ハルキさん、あれ、俺、神話ガザール読みましたよ。ありがとうございます。一人称単数ですね。はい。ありがとうございます。なんかこのこうやって本つながれでてするこね。とに、本当に喜び感じます。待って、ちょっと待って。なんか、結構読んでくれてるんですかね。俺？キムタキク？ム、あ、キムタクさんです。キム本当タにクす。はね、はキムい。タク結構読んでるよ。キムタク、一番好きなのは、村上朝日堂かな。ああ、そう、渋いところを言うんですね。ハンギョドンは、なんか語尾に、なんなとんと、かあ、そうですギョギョね。みたいなのあ、ついそうたやだつは。どん。そうだどん。あ、ドンがつくんだ。ドンなんですね。わかんないけど。そうだどん。みんな元気かどん。家康はそういう顔初めて見ました。これね、戦で負けた時の肖像。書いてもらっそうた。いうの。ええー。どの戦ですか？三方ヶ原でね、信玄とちょっとなんやかんやあった時にね、なん負けやちゃっかんた。や。負けちゃったんですか？ 負けちゃった、これが。首切られなかったんですか？いや、もうね、なんとかもうね、そこは、命からがらね、馬に乗って逃げた。死ぬつもりだったけどね。そうなんだだ。けど、部下が勝手に、馬の尻を叩いたんだ。へだからもう、ギャーっえ、て走り出して、もうびっくへえ、りして、もううんこ漏らしちゃった、それ。あ、本それ当がです有か？名なうんこ漏らし事件の。でも、それも、それ忘れちゃダメだなと思って、こう書いた。その、ああ、その体験をね。戒めってこと？今しめ、これ。ああ、そうか。木村さんは今、はい。どういう、なんか、あんまりこういったこと聞けないと思うんですけど、今後どうしていくとか、こう、一人でやっていこうとか、こう、あるんですか？あの事務所みんなね。はそうっすよね。い。でもね、たまにね、天狗とかで集まって飲んだりしてるんあ、で。ええー、意外っす。顔、そのね、有名人だからあれかなと思ったんですけ意外にね、気づかないもんっすよ。ど。天狗で。天狗で天狗集まっで、てる。そまあ、う。え、そあのの、頃の、あの頃の未来かななんて言ったりとか。ハンギョドン、タコと言っていいのか、は友達ですか？そうだどん。そうなんだ。それ以そうだ上のどん。情報が欲しいんですけど。ハンギョドン。ここれ、れ、友達だどん。なハンギョんドてンっ言うんてですか？人魚と違うの。ハンギョ人だどん。ハンギョ半人。魚人。半魚人。ハンギョ人だどん。何の魚とあれなん中国出身のハンギョ人なんだどん。ですか？へぇ。なんか見てる？日本にやってきて何をしてるんですか？タコは仲良しのさゆりちゃんだどん。ああ、あ、女女のな子んだ。なんだ。そうださゆりってどん。名前なのさね。ゆりちゃんだどん。誰か来ああ、た出てきよ。た、ジョニー・デップ。お、来たよ。あ、結構。ジョニーが来たよ。ジョニーが来たよ。結構、ジョあ、そうニー・か。デップ。年齢よい、結構いきましたね。そうか。このジョニー・デップ何歳なんだどんかね。63年生まれなんだよね、僕。一人称、私。私。63年生まれ。昭和生まれですね。おー、デップ昭和さん、生まそれんなな年年ななんんだ。だ。1963年生まれ。あ、結構、じゃあ今何歳なんですか？ねえ、デ1963年。ップさん、計 キ算ャしバてクるラでな。女の子にえと聞くみたいな状態になってる。ジョニー・デップは？56歳だよ。ありゃ？56歳あ、なん結だ。構大そうなの。人結なんだ構、もんそう、お兄さね。んなのよ。そうなんだろうね。そいいでなんして呼ょ？べばいいですか？デップさん。ジョニー？ジョニーでいいよ、そりあ、ジゃョもちニー。ろジョん。ニー。ジョニーさん。ジョニージョでいいニーよ。さん。ああ、そうなんですね。ノーベル賞のこと聞いてもいいですか？ああ、それなんは。かね、みんながこう盛り上げてくれてるみたいですけど、あんまり僕はそういうのはあんまり興味がなくて。ああ、そうなんえ、
そういう賞みたいなことで位置づけられるっていうのはありがたいんですけども、あんまり興味がないというかね。うん、じゃあ、もらったりしたら、もうそれは返上は返上、そうですね。あんまりこう、それもまだ考えてないんですけど、もらった時にどうしようかなっていう。いらない。キムタクは本とか読まないのかな。キムタク本読みますよ。本読みます。一番好きなのサルガン、サルガン好きに。よく出たの。よく出たのね。そこは。もう少しは、ね。こんにちは。元気元気ですね。元気だもんね。元気の太陽です太陽の自己紹介そんな感じなんだもんね。はい、いつもお世話になってます、はい、いえ、とんでもないです。俺も結構太陽好きっす、ありがとうございます今ね、夜だけどね、オフなんで。そうですよね。あ、オフなんですね。はい、じゃあオフの、ね、の太陽って、ね、夜どこにいるの？夜裏にいます。逆側にね。じゃあオンじゃないんですか？確かにそれは。こっちで忙しいんじゃない。こっち側ではオフってことになってるんで。あ、なってるんでね。はい。太陽どうですか？大変ですか？太陽結構大変ですね。結構大変。仕事がみんなまとめないといけないんで。みんなをまとめてる。惑星たちを。惑星たちを。ああ、まとめてたんだ、太陽が。はい。一番言うこと聞かないのは何？ああ、興味深い。冥王星ですね。冥王星なんだ。やっぱり一人だけ回り方が違うんで。縦に回ってるんで。縦に、そうなんだろうね、うん、じゃあスマップで言えば森くんみたいな感じ。まあそうスマップわかるんですか。そうですね、スマップ知ってるんですね、太陽さん。戦国武将で例えると誰なんですか。冥王星はね、武将で例えると冥王星だと名もなき武将でしょうね。何もなき武士。なるほど。言うこと聞かないやつ。言うこと聞かないですぐ死んじゃった。太陽結構日本史に弱そうだよね。まあ日本史なんて太陽君の歴史からすると一瞬なんで、ちょっと細かいことはわからないですね。太陽さん何歳でしたっけ。46億歳です。あ、なんかあんまり見るなって言われたんで、ちょっとこうやってね。いや、そうなんですか。確かに。肉眼でね、見ちゃう、見ると、うん。特になんか虫眼鏡で絶対見るなって言われたんで、うん、なんかこう、見てる今が不思議ですね。うん、ここああ、うん。まあ、まあ、ちょっと見ない方がいいかもしれないですね。うん、ちょっとなんとかならないんですかね。そうだ、ん、そうだ。攻撃的な感じというか。うん、そうっすよ。ちょっとやめると氷河期が来たとか文句言われちゃうんで。ハンギョドン、ハンギョドン、何ドン、ハンギョドン、何ドンか。ハンギョドンって人魚と逆なのかな、逆なんすか。ハンギョドンはどんね、ハンギョ人なんだどんね。そうか、顔はもう魚なんですね、これ。全部が魚なんだどんね。ああ。で、魚であり人間なんだどんね。パイロットと美容師。美容師やってた。美容師のやつ。でもやってますね。でも全部木村さんですよね。そうなんですよね。どうやっても、ね、うん、あれはすごい、ね。そういう意味では村上春樹と先生ともちょっとね、うん、似て、何を書いても村上春樹って、うん、そうです、ね。いや、そんなことないでしょ。僕は書き分けてるでしょ。怒ったどん。怒らせてしまったどん。家康公は食べないようにしてる。趣味とかあるんですか。趣味、うん、空いた時間にちょっとやろうかなみたいな。なん、鷹狩りかな。鷹狩りね。だから狩るのはやっぱ戦だからね。あれは。あれ、鷹狩りすると戦が上手くなるよね。鷹狩りちょっとよく分かってないですけど、うん、鷹狩りは鷹を狩るんですか。
あれはね、鷹で、あの、ほら、鳥、ちっちゃい鳥とか、そういうのを狩るん。鷹は飼うんね。飼う？鷹狩りって言うけど、鷹を狩るわけじゃない。そうなんだ。そうなんだ。ジョニー。聞きたい。最新作は何を撮ってるドンか。そうそう。ねえ。ちょっと、ね、もしかしたら、カリビアンをやっちゃおうかな。それやっちゃおうと思ってやるんだドンか。あチョコレート工場の続きもやっちゃおうかなとかね。続きはあるんだドンか、あれ。いろいろと続きを。シザーハンズの続きをやらないんですか。シザーハンズもやんなきゃいけないね。最初はもうチョキチョキね、チョキあるやつだな。最新のハサミをね。ありがとうございました。ああ、面白かったです。面白かった。ね、これ何でもなれるからいいね。西巻さん、村上春樹ガチファンなんですか？めっちゃうまい。村上春樹、しゃべりましたね、意外と。すげえいろいろ知ってたな、村上春樹。なんか春樹的にはみたいな感じになってる。調べながら。調べながら。言ってるから。